北海道の西海岸、積丹半島の先端に位置する積丹町。鮮やかな青い海は積丹ブルーと呼ばれ、この時期に取れるウニを目当てに夏には多くの観光客が訪れます。この町に最近新たな名産が、ほのほ希望ブルー、積丹ブルーをイメージしたジンです。香りに使うメインの原料は町内で採れた赤蝦夷松です。松の中でも赤蝦夷松の新芽っていうのだけ、深いオレンジの香りといえばいいのか、そういうものが出てくる。手掛けるのは積丹スピリットの岩井社長。農業のコンサルタントでもあり、自然が豊かな積丹とジンの組み合わせに可能性を感じたといいます。ワインやビールやウイスキーとは違って、非常に定義が広い。我々のこう創作活動が非常に自由度が増す。山の上から海の際までですね、下手をすると海の中にある植物までこう使うことができる。3年前に完成したこちらの蒸留所、タンクを開けると大量の葉っぱが。香りを抽出して液体にします。香りからすごい。ジンの香りや色付けに使う植物は自由に選べます。ブルーの他には町内産の浜ナスなどを使った赤いジンも。こうした自由度の高さから、地域食や作り手の個性を生かした新ブランドが続々と生まれています。ジンの国内出荷量はこの3年で 3.4 倍になるなど急拡大しています。鍵を握るのが原料。畑は町が買い取った耕作放棄地を活用しています。北海道らしいラベンダーやハーブなど、原料のレパートリーはおよそ30に上ります。製法にもこだわりが。一般的なジンは複数の材料をまとめて香りをつけますが、積丹スピリットは植物ごとに香りを抽出し後からブレンドします。組み合わせを変えれば幅広い商品作りが可能に。豊富な原料を生かした少量多品種の戦略です。製造したジンを見てみると、その一つには三井物産のロゴが。バーのオリジナルを作ってください、その企業さんの SDGs を表現するためのオリジナルを作ってくださいというような。客の依頼を受けて作る OEM です。三井物産は全国に75の森を所有し、その8割が北海道にあります。環境への取り組みを PR しようと、社有林の赤蝦夷松を使い、去年贈答品用に発注しました。こういうものを通して語ることによって、お客様にしっかりと届けられる。自由度が高い製法だからこそのビジネスモデル。昨年度の売上の2割ほどを占め、事業の柱になっています。積丹スピリットはジンを作ることだけでなく、町づくりにも積極的に関わっているのが特徴です。例えば積丹の海や森を守るためのツアーを開いています。そういった取り組みに共感を持つ協賛企業が集まり、自社のブランド力向上にもつながっています。一昨年には札幌の町づくり会社と新会社を立ち上げ、赤字だった町営の温泉を引き継ぎました。我々の売上っていうのは、まあ、端的に言うと1億円ぐらいが、まあ、目安のところになるかなと思ってるんですけど、1億円からいかにその10億円ぐらいまでの経済効果まで引き上げていくか。